ということでですね、次のバイクを探している最中なんですが、いろんな車種があります。本当にね、BM だと R シリーズ、これがね、新モデルが来月出ますしね、本当に候補に上がるバイクがいっぱいあるんで迷うんですけど、だいたい決まりました。やっぱりね、オールラウンダーかな、あるいはアドベンチャーバイクのね GS 系、そのどちらかになると思います。実車を見てみたり、またがって見てみたり、まあ試乗もちょっとしてみたりと、はい、だいぶね候補を絞られたので動画にしたいと思います。はい、検討中の 750GS ですね。はい、これにねパニアケースをつけてもらおうかなと。両サイドとトップですね。この色を変えられたそうですね、白に。R41 のディーラーさんで F750GS の見積もりを取ってもらって、併設されているヤマハでトレーサー900の GT ですね、あれをじっくり見せてもらって、これから行く川崎でまた別のものを見たいと思います。次のバイクの候補の一つのね川崎のバイクを見たいので、ディーラーさんに行きたいと思います。名古屋の緑区の方まで行きたいと思います。 H2 カーボン、これね行きたいと思います。 H2 カーボンね、馬力が242馬力あるっていうとんでもないバイクなんですけど、この RR の2割増しのバイクっていうね、もしよかったら見積もりまでね取ってもらおうかなというふうに思います。という感じで、次のバイクの候補の一つの H2 のこれね、SX SE プラスってやつなんですけど、それにしてもね、次のバイクの候補楽しみすぎますよね。 H2 カーボンっていうのはもう240馬力ぐらいあってね、とんでもないバイクで、それから GS の750の方はですね、本当に燃費が良くて乗りやすくて、もうどこまででも走っていけるようなね素晴らしいバイクですし、1250の GS、 それからトレーサーの900 GT、 何になるかはねお楽しみに。レドー。